ハロプロ反応集へようこそ。今回はダンバラルル教は、同期ちゃんとランチに行きました。ジュースに加入した時は私にも同期がいて、に対するみんなの反応集です。やなにん。きたー。素敵や。泣ける。やなルル尊い。好きなポケモンはオタマロだろ。そんなの選べないよ。相変わらず喋り倒す。てかまだポケモン好きなんだ。やなみん今も変わらずポケモン大好きなんやね。22歳になる年齢だけど相変わらずポケモン好きで安心したわら。ダンバラはポケモン弱いんか。ルルはマッマが厳しくて DS ちょっと遊んでたくらいのゲーム歴。やなみんもポケモンの寝るやつやってるのかな。ポケモン大好きなのにバトルは弱いやなみん。やなみん元気そうだな。サンキュールル。何で名前出せないの。名前を言ってはいけないあの人。ちゃんと卒業してるのになんで名前出せないんだろ。普通に名前出すときと今回みたいにぼかすときあるよな。線引きは何なんだろ。まあやなみん生存報告はもうほとんどルルくらいからしか得られないし、なんでもありがたいけど。名前を変えたら叱られる。やなみんもなかなか拝むことのできないレアキャラになってしまったんだな。やなみんなんでやめたん。2018-19 のやなみん辞めるまでの8人がジュース黄金期。やなみんはステージスキルは涙がバラエティ対応スキルが桁外れに高かった。振りにも落ちにも使える。そこにマナカンまでいるから怖いもんなし。やなみん、ルル本当にジュースに加入してくれてありがとう。おたまろと写真撮らなかったのか。マスクありでいいから写真欲しかったな。首から下だけでいいから写真欲しかったわ。ヤナミンが変わり果てた姿に。きっとヤナミンも大人っぽくなっておたまろから進化してるんだろうな。仮に身長がダンバラと変わらないくらいでかくなってたらショックだな。綺麗になってんだろうな同期ちゃん。ヤナミン。ルルは優しいな。そして、ヤナミンオタのことも考えてこうして発信してくれる心意気が素晴らしい。ヤナルルとかいやし要素しかない二人。めちゃくちゃ喋ってるヤナミンが容易に想像できる。顔出さなくてもこうやって定期的にヤナミンの近況聞けるのもオタクとしてはありがたい。今回の動画は以上です。よければチャンネル登録・高評価もよろしくお願いします。